お待ちどうさまでございました。女子 1600m リレー決勝進出のチームを紹介してまいりたいと思います。内側第1レーンは東海大浦安高校第1走者草薙さん、第2レーン東海大望洋高校第1走者は堀さん、第3レーン西武大千葉高校第1走者は浅利さん、第4レーン成田高校第1走者は西崎さん、第5レーン市立船橋高校第1走者は小松さん、第6レーン市立松戸高校第1走者は河野さん、第7レーン幕張総合第1走者はマニタさん、そして第8レーンは八千代高校第1走者は東さん。さあおなじみのといった言い方をさせていただきますが、チームが揃いました女子の 1600m リレー高校総体の第2ラウンド的な感じになりましたが、結末はどうなりますでしょうか。スタートです。おなじみの学校であります、東海大浦安、東海大望洋、西武大千葉、成田、市立船橋、市立松戸、幕張総合、八千代。さあ、まあよく言うフルメンバーというような学校から 1,2 年生チーム、ややベストメンバーからメンバーを少し入れ替えたと、さまざまであります。いろいろな考え方で臨んでいるんでしょう。さあどうでしょうか。外から3番目が出ているような感じは市立松戸。まあこれはオーダーの順もありますのでね、まあ第1走者にエースを持ってきているというような学校もあるでしょう。さあちょっと遅れているかなというのはやはり1年2年プラスの学校チーム。さあ一番先は市立松戸か成田か。成田市松ほぼ同時、西武大千葉。さあ内側2つが遅れを取っている感がしますが、東海大浦安、東海大望洋上がってまいりました。2走の選手でぐんとは追い上げた。外側が幕張総合、八千代、まあ、ここからまた上がってくるでしょう。2走は若月さんか、西武大千葉若月優美さん、 800m でインターハイ出場。成田高校は斉藤奈々さん3年生、そして市立松戸高校は宮本さん3年生。さあ接戦です。この直線で大きく順位が変わってくる。横一線だ、横一線だ、珍しい展開だ。市松頑張った。西武大成田、さあちょっと後ろ差が、今度は八千代と望洋が遅れたけれどもまだわからない。ここからです。先頭が三つどもえ、332の展開。ここからどう変わってくるか。浦安高校が上がってきた。東海大浦安高校プラスで残った三走は高橋響さん。さあこれは興味深い展開となっております。珍しい3走までご覧の展開、アンカー勝負だ。さあアンカーはどこが市船のアンカーが川久保さん、インターハイ出場1年生ながら。さあどうだ。さあ市松ちょっと遅れを取ったが、成田、西武大、市松、市船、幕荘、浦安、望洋、八千代。さあどう変わるか。さあちょっと展開がご覧のような縦長の展開となりました。さあ2-2-2-2、この展開からどうこの後変わってくるか。望洋候補はぐんぐん飛ばした。さあ西武大対成田といった展開。西武大は野本さん、成田が三浦さん、そして市船が追い込んできて届くか。
成田が逃げた。さあ時計は3分、さあ市船が追い上げてきた。どこまで来るか。成田が逃げる、成田が逃げる。3分49秒台50秒割りました。西武大市船、市立松戸、東海大浦安、幕張総合も最後頑張った。そして東海大坊陽、八千代と続いた高校生8チーム、3分49秒台。さあこの8チームにどうぞ大きな拍手を送ってあげてください。見応え抜群。成田高校が西崎さん、斉藤さん、佐々木さん、三浦さんと続きまして3分49秒61。さあ3分46秒は大会記録ですので、まあ、これも好記録と言えるんじゃないでしょうか。プログラムは46ページです。男子十種競技 1500m 競走結果をご報告いたします。1着松浦君、立教大学、時間は4分40秒31、678点。2着寺田君、日本大学、時間は4分42秒03、668点。3着福田君、千葉商科大学、時間は4分51秒88、607点。4着古村君、流通経済大学、時間は4分52秒00、607点。5着岩切君、千葉商科大学、時間は4分52秒17、606点。6着飯島君、千葉大クラブ、時間は4分54秒27、593点。7着花澤君、東京情報大学、時間は4分54秒97、589点。8着稲葉君、国際武道大学、時間は4分55秒73、585点。9着谷藤君、日本大学、時間は5分0秒91、554点。10着古谷君、千葉大学、時間は5分1秒47、551点。11着泉君、東海大学、時間は5分14秒80、478点。12着川畑君、千葉商科大学、時間は5分14秒90、477点でした。それではここで選手の呼び出しをします。